八森銀山跡地八森銀山は、かつて、秋田県山本郡八方町にあった銀山。小乳泉上流とマ川上流に挟まれた山中に広がって存在する。江戸時代初期には久保田藩内で、院内銀山に次いで銀を産出し、同藩の財政を支えた。藩政時代には、小乳泉上流の鉱山は小乳泉銀山といい、マ川上流の鉱山は、 マセナイ銀山と言ったという。八百二十一年に七代目、米山二座衛門が表した、八森小銀山閣によれば、八森銀山が開発されたのは、室町時代の千四百六十四年であったという。太郎兵という金堀が秋田から津軽に金山を探しに、行き、昌入線村近辺を通った時に、昌入線の奥に、金銀道円山がある、山模様を遠くから見て、 小乳星の河原で掛け砂を試したところ、金銀の両方を得た。川上に登って調査すると、五郎坂の下まで金山があり、そこから川上は銀山ばかりであった。太郎兵は下野田河原で銀山の落石を発見し、西平の内河原からのみでの方、平よりに有望な岩があったので、再興したところ相当な銀鉱石を採取できた。そのため、 太郎平平平に開白の場所があるとされた。そこから、林西、長根や上野殿あたりまで再興したと伝わっている。その後、林西式で、越前中兵が百貫目の銀柱を掘った。これも同年の開白であると伝わっているが、古来より書き留めた書物は、火災で消失している。ただ、1726年五大聖在門が41歳の時には、 この間の年数が163年になったと、古沖縄から聞き取りをしている。その後、梅や兵衛や出雲自衛門、浦部東皿が開発に携わっていたが、書き留められた文書がないのでその年号や年数は、不明である。江戸時代、大名領内で算出した金銀は、藩主が、江戸幕府から配領するという原則が取られており、雲上算出の金銀は久保田藩主が、 将軍から配慮するという形式で返したまもの、されている。対象版、秋田県市には、秋田領内貯金3箇所年数帳が記載されており、それによって、八森銀山の産出量を、受け負いし、経営方式などを確認することができる。1622年正月の山々古雲城一市長目録によれば、当時の鉱山の経営は、半直営の直山と、 山氏が受け負いをする受け山に分けられ、さらに直山の経営は堀文山と伊坂井山に分けられていた。鉱山司法要録によれば、堀文山とは山氏がそれぞれの式について、その式から出た白の大銀を半との間で接半する方法で、一定以上その白の大銀が達しない時には、山氏がその大銀のすべてを入手するというものであった。 伊坂山とは、それぞれの式について、日数を限って、山市に、雲上の伊坂を行わせて、その入札額の高い山市に受け負わせるという、ものであった。しかし、一旦森を過ぎた式については、一定以上の良い弦に当たるまでは、その受け負いを山市に受け負わせて、その間に採掘した、白のすべてを与えた。これを切り取りという、 鉱山四方洋録では延べ沢銀山から始まった堀文の制度が八森銀山や院内銀山、大久鉱山、旗鉱山に広がったとしている。古くは雲城山であった鉱山が山の衰えとともに堀文山になったと記されている。八森銀山は1627年には奉行山として加業され、寛永六年まで山境はすこぶる校長であった。 梅津正影日記によれば、海山と共に山市41人が集まり、焼かず18個、人数100人であった。それが、翌年5月には、焼かず70個、人数7から800人、寛永6年6月には焼かず122個、人数2500から3000人で漢方小屋が33件を数えた。寛永6年には、 米価が銀一問目四章から五章に引き下げられ、米の販売量も、官営5年5月には1日に平均三国であったものが、官営6年には1日平均20国に達した。銀山のその後の動向は明らかではないが、おそらく官営年末にかけて衰退していったものと思われる。秋田県市では、八森銀山の繁栄は、官営年間の20年間だとしているが、 八森調子ではそれは明記した記録がなく、梅津正影日記などからの推測ではないかとしている。その証拠に各種の文章根拠に反映は80年は続いたのではないかとしている。1694年、1704年には大地震があり、前者では384人、後者では1000人余りの死者を出した。このように鉱山内で被害があった反面。 排水問題が解決し、官補が再生した。八森小銀山閣には、法歴年間の出銀閣が記録されている。それによると、1758年には69巻、法歴9年には65巻、法歴10年には49巻程度の出銀であった。秋田遠閣市、大正の1872年の金銀山村駅長によると、 販売量300国で1350両、処刑費600両に対し、出銀が142巻目で1694両となっている。幕末の八森銀山については、廃山同様に衰退していたという表現はあるが、実際には明治にも鉱山は繋がっており、屋数は100個も残っていた。そのため、1882年に響け村の畑山、雄三が、 1886年には三井が再開を図ったとも考えられる。船優亭大木橋は、1843年8月29日、八森銀山で落語の工業をした。奥のしおりに、ここから小乳線という村に出た。ここから岩立銀山と道が二つに分かれていて、我らはここから二丁ほどの八森銀山に行った。 支配人の加賀や五代門殿に挨拶し、役宅に落ち着いて2番座敷工業をした。ここには、鉱山役所の手代、鉱山主、その他鉱山関係者の家が30軒もある。もっとも、鉱山主というのは、焼け山といって、三里余りも山を登ったところに、仕事場があり、ここに登れば、前は海で、南には野代まで一望し、北は、 大前津から深浦まで見下ろすことができるという、と記録している。明治一新時には、岩立には70戸で400人、小乳線には30戸で200人程度の人口があり、銀山には100戸程度の家が残っていた。明治14年には、畑山雄造銀の再興が始められたが、2年で終わる。明治18年には三井によって大々的に採掘や、精錬が行われるが、 これも2年で終わる。50個ほどに減った個数も、ニシンの不良が影響し、離山者が相次いだ。空き家になって朽ちた長屋もその後の火災で全焼し、銀座には人の影がなくなった。明治16年1月には、福島県、忍郡福島町の村井貞吉が、明治21年には岩立村の須藤34が、敷屈をしている。明治24年7月には、 古川家の所有になり、金賞の人数で創業した。その頃は、水沢鉱山の資産であったが、明治27年7月からは、八森銀山が本山になった。再興された鉱石は、八森町の上内浜に送り、そこからの城篠の目精錬所に送られた。しかし、明治33年の日本鉱山地では、っ下ほとんど休業の状態にあると記されている。 八森銀山が廃山した明治時代以降岩立海岸では日清漁が盛んになった。銀山の人々も岩立や小乳泉の親類地域を頼って世話になり日清漁にかかり楽な生活をするようになった。早朝洗顔をするとすぐに日清棒の繕い人として30から40人も山から毎日通ってきた。当時は日清景気で 岩立集落でも皆な楽な生活をしていた。田植えを過ぎた頃には、月に3回以上も、東座の棒、三味線引き、流行歌詞、人形芝居などが来て、賑やかに軌道を張って見せたものであった。寛永年間には、明神社と山の神社、稲荷神社の参道が、五番所の川向かいに建てられてたが、それが普及したので、宝暦十年に、兄でお堂を作って送らせ、 手台頭屋敷を新社地として銀山にあった寺院の宅造院、上楽院、小学院の住職が祈祷して遷入した。毎月10日にはこまめ飯をお供えしていたが一切手がついていない。出銀が少なく人々の心配が募るばかりであった。法歴12年、思い余って最上八聖山に願掛けをしたら新社遷入が不調法であったからのこと。 9月12日に綴子から、半夜院永泉ら10人ばかり呼んでご祈祷のし直しをした。その晩、七辻になって、古社で、コーン、コーン、コーント三世、狐の鳴き声がしたので皆は安堵したが、銀山は当たらなかった。現在山の神社は、写真の標柱の後ろに朽ちて存在する。標柱は、平成8年3月に、八森城教育委員会よって建てられた。 写真に小さく写っている2期の石道路は1847年4月12日の日付が掘られている。山の上社からの下流の平坦地には、江戸時代には町並みが広がっており、銀山京町と言われていた。寺院も、龍泉寺、林徳寺など複数あった。ありがとうございます。